はい、スパチャンネルです。今日ねオレントアルカディアやっていきたいと思います。今日はですね、自分が開始してこれ見ればいいのか、クロス金が残り39なんで、30足す21で今51日目ですね。はい、51日目で進捗というか状況は戦力1960万、プレイヤーレベルが81というところですね。ランキングが54位と、まあだいたいね、まあそうですね、150から100ですね、はい、っていうような状況なんですけど、今日やっていくのはクロス金の、状況ですね。これね、あの前回からねポイントは受け取ってないんですけど、深部の育成がある程度進んでいるのと、栄光もね滞ってる。で、玄武は、あの、金の玄武を取った。金の玄武って、あの、専属じゃない金の玄武が、なんだっけな、これ、ガチャかなんかで引けたのかな。だから、ラッキーなのか、ラッキーじゃないのか分かんないんですけど、まあ、そういう状況ですね。これ、受け取りましょう。はい。エーコンは、かなりね、滞ってます。あんまりね、なんだっけ、エーコンの体に振るとか体勢に振ってとかって実はやってなくて、まあそのうちやります。まあ残り39日あるんでね、はい、これも受け取りましょう。エーコン共鳴スキル星2に強化、まあこの辺はね、エーコン共鳴石虹をどんだけ取れるかってことなんですけど、まあ、ここクリアになっちゃいましたね。累計6個の星2が6個で終わりなんですね。あとは星4が何個かってことですね。はい。まあこれもだから、共鳴石の、数も必要だし、栄魂自体もしっかりコツコツ貯めていかないといけないよっていうことですね。はい。で、深部ですね。神二段の深部。これは弓ですね。後で出しますけど、弓が取れました。そうすると無双が来ると。はい。あとは神一段の深部2個、これはまだですね。星3の深部、これもね、なりました。紫の、なんだっけな、冷凍でしたっけ、あれがなったんですね。はい。そうすると、星4の深部を3個所有。はいはいはい。まあ、こういった形になると。で、現世が来ました。ありがとうございます。で、今のポイントが1525。あと1000ですね。残り40日、39日。なんか楽勝じゃないですかね、これ。はい。勝手に思ってますけど。というところで、まあ残り39日で1000、残り1000なんですけど、まあやってることはですね、もうコメントいただいてる通りですね。もう弓に全振り。進化で言うと、2段まで来てるのかな。あと高級の進化がもうちょっと溜まれば3段に行きます。で、突破に関しては、はい、こちら。あとは欠片が150溜まれば無双になりますね。はい。無双に上がって無双に無双さん、この辺もポイント出るんですかね。はい。無双になるとポイントがちなみにおいくら万円ですか。無双になると200。ああ、これでかいですね。だから200でしょう。もう弓をとにかく極限までやって、あと何、神一段を取んないといけないのか。神一段と星4ね。神一段と星4。私、まあ弓をですね、もうひたすら振りまくって、無双のレベルを上げていって、無双ですね、無双で、自分はやるとしたらひょうたんかなと思ってますね。ひょうたんはちなみに斧の方がかけらはリードしているんですが、明らかにひょうたんの方が強いと思ってますね。で、特に自分は芝居編成でこのデバフを1個解除しっていう星3をね、早めにちょっと欲しいなと思ってるので、まあこれをね目指して、まあ弓が全振り終わったらですね、こっちに振っていきたい。あと星4とかってなると、まあ定剣は5で止めてるんですけど、これか、もう星3ってなかったっすよね。星3ね。星3あった？もう星3ないんで、冷凍を
読み方合ってるかちょっと分かんないけど、私この紫のこいつね、これを星4にすればいいですね。だからこれはまああのコツコツ、まあかけらあと115個ですけど、まあやっていこうというところですね。まあ深部はまあそんなところでいいのかなと思います。私の仲間になると、はい、そんなとこですかね。まああとは本当にこれね、いつかやります。いつかっていうか、このこれもね全然ね溜まってる、125回でしょ。これも溜まっちゃってるんですけど、お進む進む。これもね、あとで残りわずかになったら貯めてねやっていこうかなと思ってくるんで、まあこまめにやればいいんですけど、ちょっとね仕事の時間とかも忙しくてなかなかやってる暇もないので、とりあえずね数日っていうか、もうちょっと先まで、放置っていうかねしとこうかなと思います。はい、というわけで今回は黒スキンの、現状報告ですね。はい、残り39日で1525、楽勝かなと思っておりますが、いやいや違うだろうとありましたら何かコメントいただけると幸いです。それではね本日はこれで終わりたいと思います。ぜひねコメント、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。